ペプロスを着用した女性の像、ペプロスとは古代ギリシアの女性が着用していた長衣のこと。紀元前6世紀頃からドーリア人の女性に着られたものが元になっており、初期は厚ぼったい粗末な毛織物で作られた。後に薄い織物へと変わり、緩やかに体の線を浮かび上がらせて着用するようになる。下てが同じで天で作ったものはドーリア式キトンとも呼ぶが、 本校では区別せず扱う。一枚の長方形の布の上辺を外側に折り返し、二つに折った間に体を挟んで両肩をフィビュールと呼ばれるピンで留めたもの。くるぶし丈になるように託し上げてから腰を帯で締めて着付けた。狩料やスポーツを行う場合は膝上まで託し上げた上で胸下にも帯を締めて着付けた様子がスパルタ女性の風俗に見える。あとに、 天でできたという意味の名を持つ優美なキトンがギリシア全土を席巻してもスパルタ女性はウールのペプロスを着ていた古い時代のものは腰から上が縫われないままのものが多かったが後に脇をすべて縫い閉じるものが主流になる色は多くが白で高級なものには縁に洗浄が入ることもあるまた赤月の女神エーオースの就職後にクロコペプロスとあるように 身分の高い女性の中には様々に染色や刺繍を施す者もいた。腰のたるませた部分をコルポス、折り返した部分をアポティグマという。外出時には背の部分のアポティグマを頭に被ってベールのようにすることもあった。また、外出時の街灯としてヒマティオンという毛織の大きな長方形の布で体を覆う。また、イオニア式キトンの上に ペプロスを重ねることもあった。ギリシアでは、旗織オは奴隷の労働ではなく、庶民からキプ人まで家庭の婦人が当然行う作業と考えられていた。ギリシア人に非常に尊敬された女神であるアテナも、旗織オを得意としている。アテナ人の祭祀であるパンアテナーイア祭りでは、アテナ神像へ少女たちが9ヶ月がかりでおったペプロスを捧げる儀式があった。あとに、 キトンと合わせて、ストーラと呼ばれて、ローマ女性にも着られるようになる。ありがとうございます。